こんにちは皆さん、ついにロシアとウクライナの戦争が始まってしまいました。先日はテレビで、ウクライナの小さな女の子がぬいぐるみを抱えて私は死にたくないと泣いておりました。それを見て、私も涙が出てしまいました。また昨日はですね、ゼレンスキー大統領が、動画を流して、私はまだキエフにいる、逃げはしないというですね、動画を世界中に流していましたが、とても勇気のある行動だと思いました。その行動を見て、もっと彼のことが死にたくなってですね、ちょっとチェックしてみたんですが、1975年1月25日生まれの44歳のまだ若さです。非常に頭がよろしくてですね、16歳で英語の、テストにパスし、イスラエルから奨学金をもらってるんですね。ただし、親の反対に遭いですね、イスラエル留学はしませんでした。地元のキエフ国立経済大学で、法律を勉強し卒業しました。その後ですね、クバータル95という、プロダクションカンパニーを作って、2015年から2019年、政治のコメディ番組、テレビのですね、政治のコメディ番組、サーバント・オブ・ザ・ピーポーという番組に出ていたんですね。前職がなんとコメディアン、俳優なんですね。びっくりしました。この番組で彼は実際に、今のようにですね、大統領の役をやっていたそうなんですよ。それで、人気が非常に出まして、実際の、大統領選挙はですね、そのおかげか、実際の選挙で大統領になってしまったんですね。すごいですね。日本で言えば、ビートたけしさんがですね、総理大臣になってしまうようなことなんでしょうか。いや、日本ではとてもじゃないですけれども考えられませんが、いや、バックグラウンドをチェックしてびっくりしました。彼の前職は、コメディアン、俳優だったわけなんです。まあそういうことでちょっとびっくりしたんですが、まあ早くですね、平穏無事な、世界に戻ってもらいたいと思います。ご無事でいることを、お祈りいたします。それではまた、バイ。